S1 号シルビアがスタートをしてまいります。さあ練習走行もアグレッシブに入っていった中村慎太郎。さあ一走の進入どうだ、まっすぐ飛び込みちょっと一走ずれたか。さあ二走はまっすぐのところ、さあ振り返しアウトゾーン3、後半は良かったがちょっと前半一走の進入のところでしょうか、少し練習走行より硬かったかなという感じがありますが、さあ審査員どうでしょうか。昨年度 FDJ3 から上がってきまして、開幕戦では J2 初戦でいきなり2位表彰台をゲット。そしてそこからこの中村慎太郎選手、総選の1本目ちょっと進入で逆振りで入りたかったところがちょっとこう振り切れなかったところが、全てこう1ゾーンのところのラインが小さくなってしまった。